はい、こんにちは。ヒカクゲームズです。今日も、ウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日はですね、視聴者さんからのリクエストで、ハンダノビッチ選手の、確定スカウトを紹介してほしいというお話あったので、紹介させていただきます。はい。次のハンダノビッチ選手、次のイベントのボーナス選手でもあるので、僕もちょうど気になってたところなので、ちょっといろいろ今チャンネル登録者数もおかげさまで伸びてきまして、たくさんいろんな選手の確定スカウトのご依頼いただいてるんですけど、ちょっと優先してハンダノビッチ選手と、あとこの後同じ日か次の日かなんかにオーバメヤンもあげようと思ってるので、こいつら2体だけはちょっと優先して紹介させていただければなと思います。はい。で、ハンダノビッチ選手、はい、インテルの選手ですね。インテルの選手でスロベニア出身です。スロベニアって結構珍しいですよね。はい。で、193cm、32歳のゴールキーパーです。はい、はい。で、能力はこんな感じ。まあ黒なんで普通に強いですよね。この辺りのゴールキーパー関連のスコアとかも、いいと思います。で、低弾道パントキック、ゴールキーパーロングスローというような、能力になっております。はい。で、早速ですね、ハンダノビッチの、スカウト確定紹介していこうと思うんですけど、基本、ハンダノビッチはですね、黒の選手なので、星5で統一をお願いいたします。で、その上でですね、まず一番シンプルなのは、パターン A は、所属チームインテルに、出身がスロベニア。この2個で、確定します。はい。で、ただまあ、特に今の時期はハンダノビッチ狙う人どんどん増えるので、星5でっていうとどのぐらいなんですかね。僕あんまり星5のスカウトは狙わないんで、相場がちょっとわからないんですけど、だいぶ高騰するかなっていうふうに思います。はい。で、これがパターン A です。で、パターン B はですね、スロベニアしか持ってないパターンの場合で、お話しできればなと思います。で、1個目が出身スロベニアで、2個目がですね、優れている能力がコラプシングで、3つ目が、年齢が30歳以上と、この3つでも確定になります。なので、インテル持ってないけどスロベニアだよって人はこれを狙ってもらうか、あとはパターン C として、ちょっと順番前後するんですけど、1個目が年齢30歳以上で、2個目が、ディフレクティング、優れている能力ディフレクティングに、最後はインテルでもスロベニアでもどっちでも大丈夫ですのどっちかを組み合わせていただくと、これでも確定になります。なので、スロベニアだけ持ってるよって人は、年齢30歳以上揃えていただいて、コラプシングでもディフレクティングでもいいですし、逆にインテルしか持ってないよって人は、コラプシングのパターンだと他の選手該当しちゃうので、一択なんですけど、インテル、ディフレクティング、年齢30歳以上とを選んでいただくという形になります。はい。ということで、今回ABC の3パターン紹介させていただきました。星5なのでだいぶ狙うの大変だと思うんですけど、今イベント、オンラインイベントとかで GP だいぶ集めやすくなってるので、そこでですね、しっかり狙ってもらって、今回ボーナス選手かけてみてもいいんじゃないかなと個人的には思っております。はい。ということで、以上がですね、ハンダノビッチ選手の、確定スカウトの、ご紹介となりました。はい。でですね、またですね、いろいろこの後オバメヤンとかいろんな選手も紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、全然黒とか、銀とか金でも何でも大丈夫なので、こんな選手紹介してほしいよということであれば、できる限り調査して調べますので、リクエストいただければなと思います。はい。ということで、今日の動画は以上で終了になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。